はい、こんばんは。では、ちょっと前に前回の電池電気分解の最後の問題、3の括弧5の訂正からさせていただきたいと思います。もう映像の方は軽く編集の方をしまして、間違った部分をあえて削除してしまってあるのですが、その続きをさせていただきたいと思います。この問題ですね。この問題、途中までは書いています。途中までが合っているのですが、最後のここの部分ですね。はい。20.5mol だったよ。そして CU が 0.25mol だよ。そしてこの式まで出したよ。で、僕はこの 64×0.25 の計算結果を32と書いてしまったんですが、大バカ野郎という。はい。ちゃんと電卓を使って計算させていただきます。64掛け算する 0.25 は16でございます。そしてこれは銅が溶け出しています。こちら側やりましたね。溶け出すとき小と書いてねと。ですのでこれも減少と書いておきたいので答えはマイナスいくグラム。はい、最後のこの部分の答えですね。はい、マイナス2じゃねえよバカと。ここはマイナス16、マイナス 16g だよと訂正しておいてください。すいませんでした。はい、では改めましてこんばんは、久保木純一です。本日の授業テーマは酸化還元。はい、週かな、冬季講習で一度授業をやって、そして冬季講習ですね、テストの方をやったんですけども、確かその時は結構気が多かったりとか、いろいろありまして、改めてですね、リントの解説をさせていただこうと思いまして、今日は授業をやこうと思います。まずは、括弧1番から解いていきたいと思いますが、まあ、括弧難しくはないと思うんですけども、一応ね、復習なので、酸化数の算出方法ということでいろいろ書かせてもらいました。テーマ1つ目、単体は0だよと。はい、単体はとにかく0で計算する。物質の酸化数の総和は0で、その時に使ってあげるんでしたね。水素原子、1族原子はプラス1、2族はプラス2、および16族原子はマイナス2、17族はマイナス。そして3つ目、イオン、これは単原子多原子に関わらず価数および価数の総和はイオンの価数に従うということでした。 OK。 ちょっと書き込むのがすごく見づらそうなので、ここにあらかじめ作っておきました。まずは10個バッと確認して、また恥ずかしいんですけども、自分の合ったかどうかを確認してみたいと思います。1番からパパッといきましょう。1番 N2 単体だから速攻で、2番 H2SO4、かっこ悪いけど式変えてみるね。この S の酸化数をすると H2 プラス2だね。プラス2足す S わかんない X、 足し算することの O はマイナス2で4つあるからマイナス8、これが0になるようにしたい。化合物の総和は0だから0になるようにしたい。ということは X はプラス6、 X はプラス6になることがわかるね。 OK。 3番 NH3 やらなくてもいいかな。まあ一応やっと X としておくと X 足す H はプラス1だから3つあってプラスが0、化合物総和は0、ゆえに X はマイナス3。 OK。 H3PO4、 P の酸化数 X としておくとプラス1が3つでプラス3、足し算することの X 足し算すること O はマイナス2、マイナス2が4つでマイナス8、これの合計が0。 OK。 そうすると X はプラス5になるね。
どんどんいくよ。5番 CuCl2、 Cl としておくと X 足す Cl は17族、ふっくらブラ17族はマイナス1だったね。それが2個あるからマイナス2が0、 X はプラス2。 OK。 6番 MnO4、 Mn の酸化数を X としておくと MnX することの O、 マイナス2が4つでマイナス8、これがここ見せてね、マイナスがついてるよね、だからマイナス1になるんだね。そうすると X はプラス7というふうになるでしょう。7番 Cr2O7 にマイナス、さあね、Cr の酸化数を X としておくと、はい、ここ注意ね。Cr が2から、2x と置いといてあげようね。そして、足し算することの括弧閉じ。O がマイナス2で7だから、マイナス14。これが、2マイナス、つまり、マイナス2になってあげないといけない。2x イコール、プラス、今かな、より、x イコール、プラスの6。OK。8、銀。もう単体ってわかるから0。9番、単元子イオンって書いてあるからプラス3。そして10番、注意、10番はこの O が単体ルール、マイナス2ルールを無視しています。 O の X とすると H2 プラス1が2個でプラス2、足し算することの 2X、 これが0になるようにすればいい。2x イコールマイナス2、 2x イコールマイナス2より、 x イコールマイナス1というふうになりました。確認してください。1番、0、2番、6、3番、マイナス3、4番、プラス5、5番、プラス2、5番、プラス7、7番、プラス6、8番、0、9番、プラス3、10番、マイナス1。一応俺の答えもそうなってるかどうか確認させてね。恥ずかしいんだけどね。はい、0、プラス6、マイナス3、プラス5、プラス2。プラス7、プラス6、0、3、マイナス1。OK ですね。はい。OK ですね。はい、次行きましょう。2番の問題です。2番3番、次の下線をつけた元素は酸化された。左側が下線引いてあります。ですので右元素にもこのように下線を引いてあげてください。 OK、 確認しておこうか。そんなに難しいことじゃないんだけど、はい、酸化数が増したら酸化されたと、酸化数が減少したら食べたと、こういう風に言ってあげてください。もう一度言うね。酸化数増加したら酸化された、増加が酸化、酸化数が減したら還元された。解説ちょっと早いからね、止めながらやっていいですよ。 OK、 これを使います。はい、そうするといきます。左側から 2CuOO がマイナス2で Cu がプラス2。左側の Cu から0。プラス2から0は減少しているので還元。OK、こっちの方まで。OK。次、Zn。単体だから。そして ZnCl2。Cl はマイナス1。Cl マイナス1、マイナス1が2個でマイ2、マイナス2で0にするためにはこいつプラス2、酸化された、酸化数増加したからね。次 Fe、 Fe の酸化数は単体だ0。そして右側 O4、 全部でマイナス 2×4 でマイナス8だから、こいつはちょっと分だけどプラス3分の8、
とりあえず数だってことだけ分かったから酸化。4番 H2O2、 さっきも確認した M でこの H2O2 の O はマイナス1、 2KOH、 K がプラス 1H もプチ、こいつはマイナス2、酸化数が減少したので還元というふうになるわけですね。 OK、 答えは還元、酸化、酸化、還元、酸化、酸化、還元、還元、酸化、酸化、還元というふうになりますね。 OK、 3番いきましょう。それぞれの酸化還元反応のうちで酸化剤、還元剤と書いているもの、じゃあ今日は便宜的に酸化剤にはこの丸を、還元剤にはこの丸をつけるとするね。そして働いているものを物質名で化学式や負荷で指摘しなさいというふうに言っています。3番の解き方をおさらいしておきましょう。さあ、まずはこの還元剤という言葉がね、剤という言葉の持つ意味は、相手を酸化させるのが酸化剤、相手を還元させるのが還元剤。だからしっかり覚えておかなきゃいけないのは、酸化剤は自分は還元されるんだということ、酸化剤は自分は還元されているんだということ、逆には自分が酸化されているんだ、還元剤は自分は酸化されているんだということです。こういうような問題の解き方、まずは基本的なことから、ほにゃらら剤、酸化剤どれですか、還元剤どれですかって言われたら、答え左辺にあります。答えは必ず左辺に。2つ目、その左辺に物質が2個しかなかった場合、片方が酸化剤と決まったら、もしくは還元剤と決まり、もう一方は反対の物質、片方が酸化剤なら方は還元剤、片方が還元剤ならもう片酸化剤。これはね、酸化還元は同時に起こるという法則からあります。3番、今回の問題はこれで解けちゃいます。単体に注目すべし、単体に注目すべし、単体を見れば、酸化還元がすぐに出ます。 OK、 これは左辺右辺関わらずだよ。とにかく単体があって注目してごらんってこと。4、金属元素は NPS に注目、何成田より子って感じですね。金属元素や NPS、 こいつら酸化数が増減しやすい物質です。あと5番目、有名な物質は、有名な物質ってどういうことですか、酸化剤だったら、ごめんね、ひらがなで、酸化剤だったら MnO4、 KMnO4 とか Cr2、 K2 か、 K2Cr2O7 とかね。還元剤だったら H2S とかね、COOH かっことじの2とかね、もしやったらもう何も考えなくてもポンと答えられるからね。 OK、 これは後でノートを、12月1月頃のノートを見てくれればこれが入るからね、俺全部解説したからね。 OK、 じゃあ3番やってみましょう。はい、そうすると3番を複すべきはこの1元素になっちゃいました。S です。 S に注目すれば終わりです。この S の酸化数を見てみましょう。まず一番右側の S から確認してみる。見にくくてごめんね。この S の酸化数はもちろん単体だから0。 SO2 の S は O が2個、マイナス2個でプラス4、プラス4からは還元されてるよね、還元されてる、自分数減ってるもんね、
還元されてるから酸化剤ってことだよ。もうこっち見たら見なくてもいい。まあでも一応見とく。プラス1が2個でマイナス2、マイナス2から0、マイナス0だからこいつは還元された、酸化されたからこいつは還元ということで、ちょっと一個ずつ答えを見ておくと、 SO2 二酸化硫黄が酸化剤、 H2 硫化水素が還元剤ってわかるね。 OK。 2番、ちょっと見にくいから下にこういう紙を敷いちゃおうかな。 OK。 こんなんでいいかな。 OK。注目すべきは右側にあるこの CL2、 こいつの酸化でいこう。はい、右側のこいつに注目だ。いくよ、大丈夫かな。ちょっと待ってね、できないな、ちょっと待っててね。さあ、その酸化数の増減を見てってあげようよ。いいと、俺は紙を切ろう。OK。 さあ行くね。 CL2 もちろん単体だから酸化数は0、それに対して 4HCl4 なんか無視していいですからね。1はプラス1で Cl はもちろんマイナス1、マイナス1から0、自分は酸化されました、酸化を犯したから自分は酸化されましたので、こいつは還元剤となるよね。酸化さ還元剤、還元されたら酸化剤ってことだもんね。はい、反対側は見なくてよろしい。おそらく酸化剤。確認してみよう。2番団括弧 4MNO2 が酸化剤、そして塩化水素 AL が還元剤。いいね。 OK、 大丈夫かな。次いくよ。 OK。 3番、FE たす H2O 運動の関連。さあ、もちろん注目すべきは H2。 OK、 見ていくよ。はい、いいかな。 H2 単体だから酸化数0、それに対して H2SO4 の H に注目してみる。化合物中の H は必ずプラス1を取る。たまにマイナス1になる時もあるんだけどね。でももうプラス1だなって覚えちゃっていい。プラス1、プラス1から0、自分還元されたね、自分は還元されたね、こいつは酸化剤だ。反対側は還元剤、化剤、還元剤の組み合わせになった。硫酸が H2SO4 が酸化剤、 FE 還元剤となりました。 OK。 4番、なんかね、俺の OK ってね、なんだっけ、ハーフの女の子、名前が出てこない、松尾だな違う違う、まあいいや、思い出したらいいわ。はい、F になってます。はい、もちろんこれ注目すべきは一つ目はこいつだね、CL だね。さあ、CL に注目してみましょう。CL に注目してみると、こいつは0、こいつはマイナス1、0からマイナス1、自分はされたね、自分は還元されたね、だから酸化剤だ。さあ、何に迷おうか。でもね、H2O 見てみると H2OH 化合物になってるから、こいつの増減は考えだから、 S に注目してみたい。さっきやったよね、 NPS に注目しようだって。いざ腹立つけど、そうするとこの S について注目すると、 O マイナス2が2つでこいつはプラス、反対側の S マイナス2が4つでマイナス8、
プラス2で合計マイナス6。打ち消すためにこれプラス6。OK。プラからプラス6。自分は参加された。自分が参加だから、こいつは還元罪。H 関係なかった。はい。確認するよ。加罪は CL2 塩素。還元罪は SO2 二酸化硫黄。ちゃんと合ってましたね。よかったよかった。こんな感じです。さあ、4番です。多数見にくくてごめんね。なんかこういう風に物質がありました。これの名前を確認してみようか。あ、何か言える？ビュレット。いいわ。で、ホールピペット。うわ。ごめんね。コニカルビーカー。コニカルビーカー。絵は？メスフラスコ。フラスコ。こんな感じだね。この実験器具4つを使って、まあ今から問題を解いていこうということなんだけども。括弧1番。D が酸化剤として反応する。D って、濃度不明のニクロム酸カリウム。あー、ことか。はい。みんな行くね。みんなは、有酸化剤還元剤の式は覚えてないといけないんだ。有名なやつね。まずここに書いてあるやつは、自力で書けるようにならないとダメだよ。あとは硫化水素、これも自分で書けなきゃダメだ。いいね。これ自分で書けなきゃいけない。ニクロム酸カリウムも自力で書けなきゃいけないからね。じゃあ答えを書いてみるね。ニクロム酸カリウムはどんな風になるかっていうと、見えてるかな。CR2O7-2-3NH++6E-2Cr3++7H2O。 大丈夫だね。全部で6個プラス14マイナス2マイナス8で問題ないですね。大丈夫かな。これ自力で書けないと厳しいからね。自力で書けるようにしとくんだよ。2番実験1位で起こる化学反応、イオン反応式を用いてそれぞれ書け。やった。じゃあ実験1からいくね。実験1は D の溶液ニクロム酸カリウム系と B の溶液。 B の溶液っていうのは二酸化水溶液、亜硫酸。あ、こいつのことですね。OK。これのイオン反応式を書くんだって。書き方覚えてる？いくね。まずは、二つの式を両方書くんだったよね。もう一個は、もう一個はこれ。OK。で、これを足すんだけど、足す前にやらなきゃいけないね。つまり何をしてほしいかっていうと、下の式を対して全部を合わせてみるね。
3倍しましたかな。3倍するよ。2の3倍は6。3倍。4H プラスの3倍は12。2マイナスの3倍は6。と、3倍しておくんだったね。で、あとはこれを足す。足す前に E マイナス消せるだけ消す。もう E マイナスは消えないといけない。消しておく。こいつ残ったのは1個だ。H プラスも消す。残ったのは2。だから、イオン反応式。まあ、答えを書く風になる。見えるかな？やり方を思い出してきたかな。はい、こんな風にやるんだったね。はい、ちなみにもうこの後の俺先に解いちゃうんだけども、3番でこんなこと聞いてきたね。液の変化をそれぞれ書きなさいって書いてあるね。うの溶液の変化は D のやつを、ポチョン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 入れていくんだよね。 D はうの中に入ってる。みんな覚えてるかな。覚えてないよね。この色とこの色は覚えてなきゃいけなかったんだ。いいかい？こいつはオレンジ。橙色。そしてこいつは緑色。これ覚えてないといけなかったんだ。OK。これが括弧3番の1つ目の答えなんだね。じゃあもう1個。過マンガン酸カリウムと答えの周算。